イスラフチャンネルのアニマです。どうもショーンタムです。お世話になっています。お世話になってます。ありがとうございます。はい。昨日に続きですね、ショーンタムズーさんのところでね、はい、ヘビと戯れる動画ということで、後編よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速撮っていきたいと思います。どうぞ。昨日続きですね、かなりレアリティの高いモルフがいるということなので、それから紹介してもらいましょうか。そうですね、カーペットパイソンって多分前回ご覧いただいても分かるように、はい、モルフがいっぱいいたりですね、はいはい、結構いろいろとね、はい、種類がいっぱいいるんですけど、今からご紹介するのは、すべてのカーペットパイソンの始まり。おー、原点。あ、かわいい。これだって可愛いんじゃないですか、有馬さん。いや、僕ね、これでやっと可愛いって思えるわ。種名が、ダイヤモンドパイソンっていう。ダイヤモンドパイソン、ヘビで唯一、宝石の名前を得た。唯一なんですか、はい、ダイヤモンドついて。ダイヤモンドパイソンっていう名前です。ここからカーペットパイソンが派生してた。ああ、じゃあ原種なんですか。原種です。キア種です。最近になってやっと流通量が増えたんですけど、原産はオーストラリアなんですよ。で、一昔前は、本当に300万とかで、ね、取引する、そういう記録が残ってます。現地に行ったらでも捕獲できるんですよね。でもオーストラリアって動物の規制がものすごい厳しいんですよ。あ、なるほど。今ヨーロッパで繁殖されたダイヤモンドパイソン、まあ、それからカーペットパイソンしか、まあ、輸入できなくなっちゃったんですね。あ、じゃあ入り口が狭いんですね。入り口が狭くなっちゃいましたね。でもこう隣が気になってしまう。隣めちゃくちゃガンつけてますからね。やばいな、マジ怖い。いやついに来ちゃったか、このコーナー。あ、これ噛まれたら多分何針か縫うとかそのレベルですよね。あ、出るです。血が出るだけです。ガチでいってます。血は出ます。一旦全部紹介してもらっていいですか。そうですね。じゃあ上から。この子は。はい、この子はですね、セントラルパイソン。セントラルパイソン。これもオーストラリアに生息してる、まあ、カーペットパイソンの親戚みたいな感じです。親戚。はい。まあ、最近ちょっと独立種になりまして。あ、そうなんですね、はい。前まではセントラルカーペットパイソンって名前だったんですけど、はい、まあ、ちょっと遺伝的に違うっていうのが、はいはい、セントラルパイソンっていう独立種になりました。なるほど、はい、ちょっとなるほどしか言えないけど、次に下行きましょう。もうなんか、うわぁ、いい感じ。だから、アナコンダじゃないんですよね。アナコンダではないです。アナコンダではないです。この子はこの子はですね、寝てますね。これは今、爆睡してますけど、今これはですね、インランドカーペットパイソンっていう日ですね。皆さん、模様だけお楽しみください。いや、すごいです。もう、この後、しっかり有馬さんにハンドリングしていただく。この子っすか。あ、この子ももちろんします。いやー、マジか。これ、ジャガーカーペットパイソン。ジャガーカーペットパイソン。はい、意味ですね。まあ、なんか模様かっこいい。あ、そうなんですよ。この黄色と黒のコントラストがジャガーみたいな。へぇー。なってますね。で、一番下も一応ジャガーカーペットパイソン。あ、マジ強そうだな、うん、なんか模様かっこいい、これも。そうですね。この子が一番我が家で一番子さんの子なんですけど。そうなんですか。はい。いやー、ちゅうことでね。あ、ちょっと今、動揺してぶつかってるじゃないですか。ちょっとね、今、よろめいてしまった。はい。じゃあ、有馬さんには。そうですね。わかりました。この子はやめといた方がいい。ああ、わかりました。はい。この子はもうちょっと僕もね、僕もまだね、死にたくはないんで。はい。じゃあ、早速。そうですね。まあ、このケージから一応、有馬さんにちょっと言い忘れたんですけど、ここのケージから一応2メートル超えゾーン。2メートル超えゾーン。これ2メートルもあるんですか？みんな2メートル超え。あ、マジか。になってくるんで、まあ、ちょっと、そちらの方に。怖いんですけど、やばいな。いや、おちょっと、じゃあ、失礼します。うわ、開いたよ。開いた、開いた。開いちゃったよ。え、なになになに、そんな触るときに体をさすってあげるんですね。あ、そのソフトタッチ始めるんですね。そうです。このソフトタッチから始めていかないと、マジで餌だと思って、すっ飛んできちゃうんで。あー、今からソフトタッチタイムですよ。はい、これからちょっと触るって。出てきた。ちょっとやばいよ。やばいよ、やばいよ、やばいよ。うわぁ。一応これが、有馬さん。うわぁ。セントラルパイソンです。ソフトタッチね。ソフトタッチして、挨拶していただいて。なんかね、すごいごまつってる気が。いやぁ、社長。いやぁ、強っ。じゃあちょっとお渡しますね。これ、あれっすよね。重たっ。大丈夫。あ、ちょっと首につけちゃったんですね。マジでいってます。はい。これもう首絞められたらもう終わりじゃないですか。うわぁ、うわぁ。やばいよ。あはははは。この腕に、この子、腕にこれを付けてあげれば。痛いか。
大丈夫ですね。うわ、はい、OK です。まあちょっと手伸ばしていただいて、手をちょっと伸ばしていただくと、あの腕、枝を使う。枝ね、これね、これ枝、枝、枝す。枝だと思って、座ってくる。枝す。このな、このね、腰が引けてる感じ。あ、OK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 。来たよ、セントラルパイソンです。皆さん、あー、セントラルパイソンを手なずけた。あー、やべ、手なずけれてるやん。あの、ラフチャンネルの有馬です。いやいや、その落ち着いた声、絶対もう、やっとの思いで、振り絞ってました。お疲れ様です。ラフチャンネルのアーチアーチって有馬さん腰がめっちゃいけてます。お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。あのセントラルカーペットパイソン君。あ、シュシュ言ってるけど大丈夫？これ。あ、大丈夫ですか？あの大丈夫してね。俺ちょっと一応ね。これ俺このまま首絞められたら終わるんじゃないですか？あ、大丈夫です。いや、目がおかしい。やっぱこんな感じでね、あの、はい、多分、黒シャツにね、あの、ヘビ似合うかなと思って。似合いますね。ちょっと寒くなってきたし、あの、マフラーの代わりにね、セントラルカーペットパイソン風コーデと。風じゃねえわ、思いっきり。思いっきりセントラル。どのポイントも書き消すようなくらいのでかいポイントしてる。うわ、やべ。ああ。いいね、分かってんね。一応メスだ。あ、メ、お、いや、シューシュー言ってるよ、ここ見ようとシューシュー言われた。まあね、こうやってね、あの触る人間がこんなビビってたらね、生き物もちょっと怖がっちゃうんでね、堂々としますか。堂々とピシッと、うん、おー、いいぞいいぞ、まあ、このいろんなところに行こうとするんで、これうまくコントロールしてください。いいぞ、ああ、まあね、あれどこ行ったの。ああ、お家に帰りたいんだね。お家に帰りたい。ごめんね、ちょっと返そうか。返そうかじゃないよ。帰ってくれて助かったわと思います。帰ってくれ。いやー、もう好きにしろ。ああ、もう、あの、暖房効いてるからいいよ。行ってくれ。おー、いいぞ。偉いね。お家がちゃんと分かってる。いや、太さで行きましょう。長さって言ってもそんな。まあ、そうですね。分かりづらいと思うんで。じゃあ、あのね、皆さん、一番太いやつをね、ドリルしていきたいと思います。こちらの太いやつを。太さはピカイチで太いっす。まあ、大丈夫か。もう寝てるとこ起こしたら怒られるんじゃないの。うわ、太っ。アナコンダでしょ、これ。アナコンダじゃないです。あ、うわ、やば。おい、マジかよ。やべえなぁ。やべえよ、これ。これ、皆さん、これやばい。これはですね、やばい。これはインランドカーペットパイソンですね。首いける？いや、首締まらない。あ、ちょっと行きます。じゃあ、離しますよ。おー、もっと！うお、やべえ！これ、死ぬぞ、俺。ああ大丈夫だ。で、ここに手を通していただいて、そうすると勝手にくれて、OK、この黒いシャツに合いますね、これ。ああね、暖かいね。暖かいねってなんですか。こっち系。よいしょ。うっ、これは、なんか蛇の鱗って意外と逆向きに触るとなんか指に引っかかりますね。あ、そうですね。必ずまあ、撫でる方向はその鱗に沿う感じ。あ、まあね、別に肩は凝ってないんですけど肩こりにいいかもしれない。あといい感じにマフラーになってますね。ちょっとね、皆さんどうですか、このあのこれから寒い季節にこういうあのなんだっけ、インランドカーペットパイソン風あのコーデなんていうのこれは、防寒コーデにはなんないですよ、こんな。まあね、逆にこの子が死んじゃうんですよ。ああ、まあ、この重量感は、この重量感ね、重量感。まあ、でもね、なんかね、慣れてきたよ。あのなんやかんやね、あの襲われないことがよくわかる。でも結構かっこいい感じ。かっこいいですね、こいつ。はい、いやマジ、あ、ちょっとね、ずっと、ああ今なんか初めてちゃんとヘビを自分の目で見た気がする。少なくともちょっとおとなしい感じ。まあオーストラリアの内陸部に生息してる。あ、今初めてあの顔を見つめました、僕。ちょっとブチャっとした顔なんですね。なんかね、ブチャ顔っすね。はい、そうなんです。意外と可愛いかもしれない。あ、来た。なんかこう、この全身でこの生き物を感じれる、この感覚。頭触っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。まあ、意外と、プニプニしてる。筋肉の。
モルモットを食べて1ヶ月間くらい食べなくて、あ、いいっすね、強そうですよ、ありますチェーン巻きつけるタイプのプロレスラーね、プロレスラー、ね、わー、かかってこいよ、おー、ちょっとこの戦う前にちょっと格好だけつけさせて。いやー、すごい、あ、めっちゃ楽しかったけど、結構ね、お、すごいこれさ、あれですか、鱗を触りすぎて鱗取れちゃったりしないんですか。うわ、なんもないですね、あの鱗取れる時ってもう体調が悪い証拠なんですよね。めっちゃ頑張って、シュ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 って、うわ、すごい、これ結構迫力あるくないですか。いや、めっちゃ顔近かった、迫力あるね。これシューって言ってるのは、これはどういう感情表現なんですか。怒ってるんですか、これシューは。まあ、機嫌は良くないですね。ごめんよ、だって寝てたもんな、お前寝てて急にさ、引っ張り出されてよくわからないやつにね。大丈夫ですか、振り返って噛みついてくるような子だよね。あ、優しいのね。ベロが青いですね、ベロが。そうです、カーペットパイソン掃除でベロが青いです。あ、みんなベロ青いですね、カーペットは。はい、そうなんですよ。もうアルビノの子だけピンクですね。舌も突然変異してるところですね。いやー、これなんか想像の何倍もおとなしくて可愛いです。意外と、まあちょっともちろんヘビなんでね、動きはしますけど、こうやってのなんか皆さんが想像するような怖いヘビの感じじゃないとか、重たいと思うんで、一応体重7キロ近くある。顔がねえな。おー、耳元でめっちゃシュー言われたよ。そんなささやく耳元で。かわいい。うわー。いや、皆さん、僕初めて、人生で初めてこんな大きいヘビをね、触ったんですよ。あ、本当ですか。めちゃくちゃいい経験ができ、思ったよりみんな凶暴じゃないということが分かりましたので、結構ね、カーペットバイソンもなんか何やかんやいいヘビなんだなというふうに感じました。マジで触れたことない人とかきっと怖い人いっぱいいるかもしれないですけど、ということでね、今回ショータムズーさんのところでね、たくさんいるカーペットパイソンを見せてもらったり触ってもらったりという、まあ、そういったね、訪問撮影動画でした。で、ですね、概要欄にね、ショータムズーさんのチャンネルの方もね、載せておきますので、ぜひ気になる方はね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、すごいな、こんな格好の映像撮ると思ってない。はい、ということで、チャンピオンの格好じゃないですか。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これ今こういう、まあ、ちょっと神経症の、こいつやばいね、もうこいつはいつでもエサクレモーレ、やばい、まあ、これ多分神経障害の出方なんですけど、でこいつは全然超優しい子。ああ、いい、全然大丈夫です、全然大丈夫です。うん、ソソタッチね、急に飛んできたりしないでよ、お願いだから。こいつはマジで優しい、柔らかい、柔らかいで、頭がいいんですよこいつ。ああ、ニュース、まあ、絶対って保証はないですけど、噛む、まあね、生き物は絶対って保証はないからね、生き物は絶対ない。あ、でもなんか、あ、ちょっとね、あ、でもおとなしいね、この子。そいつめっちゃおとなしいです。こいつも長いんで一緒にいる。あ、なるほどね、綺麗ですね。そうですね、まあ、これがジャガーカーペットパイソンの、いや、綺麗、素敵やな。メスなんですけどね、こんなに性格が違うもんかってくらい性格が違いますもん。これやばいわ。これはもう、あと、笑われてるわ。ヘテロアザンティックって言って、まあ、ヘテロなんですよね。まあ、言ったらばアザンティックの素質を持ってるって感じなんですけど、なんでちょっと目が銀眼なんですよね。確かにかっこいいです。でもなんかもう今僕の手を狙ってます、ね。あ、もう狙ってますよ。これ来るぞ。これ多分来るぞ。バコーンって飛んでる。来るぞ。来るぞ。